こんにちは。今日の講義は書籍、予想通りに不合理、行動経済学が明かすあなたがそれを選ぶわけについてです。この本は行動経済学の魅力的な世界を私たちに紹介してくれます。行動経済学は経済学と心理学を融合した学問で、人々が経済的な選択をする際の行動や意思決定のプロセスを研究します。この本の中で我々人間の行動がどれほど不合理で滑稽であるかを示しています。例えば、現金は盗まないが鉛筆なら平気で失敬するというような、一見理解できない行動が実は私たちの日常にはあふれています。このような不合理な行動を理解することで、ダイエットの成功や新しい商品の開発につながる可能性があります。行動経済学の中で取り上げられるテーマは非常に多岐にわたります。例えば、相対性の真相では、私たちの選択は相対的なものであり、他の選択肢との比較によって決まることが示されています。また、需要と供給の誤謬では、私たちが価格や価値を判断する際の心理的なバイアスについて解説されています。ゼロコストのコストや無料のクッキーの力では、無料やゼロコストがどのように私たちの選択や行動に影響を与えるのかが詳しく探求されています。無料や安価な商品に対する魅力は、私たちの消費行動に大きな影響を与えることが明らかにされています。性的興奮の影響や先延ばしの問題と自制心では、私たちの欲求や衝動がどのように私たちの選択や行動に影響を与えるのかについて深く探求されています。これらの欲求や衝動は時に不合理な選択を引き起こす原因となることがあります。高価な所有意識では、高価な商品やサービスを所有することによる満足感や自尊心の向上が私たちの行動に与える影響について考察されています。高価なものを所有することは、私たちの社会的地位や価値観に影響を与えることが示されています。扉を開けておくや予測の効果では、私たちの選択や行動における不確実性や未来への期待について考えることができます。私たちの未来への期待や予測は、私たちの選択や行動に大きな影響を与えることがあります。価格の力では、価格が私たちの選択や行動に与える影響について詳しく解説されています。価格は商品やサービスの価値を示す指標として機能するだけでなく、私たちの選択や行動に直接的な影響を与えることが明らかにされています。不信の輪では、信頼や不信が私たちの行動や意思決定に与える影響について考察されています。信頼や不信は私たちの選択や行動に影響を与える重要な要因となることが示されています。最後に、私たちの品性についてその1と、私たちの品性についてその2では、私たちの道徳や価値観が私たちの選択や行動に与える影響について深く探求されています。私たちの品性や道徳は、私たちの選択や行動の基盤となる重要な要素であることが明らかにされています。そして、ビールと無料のランチでは、無料や安価な提供が私たちの消費行動や選択に与える影響について具体的な事例を用いて解説されています。無料の提供や安価な商品は、私たちの選択や行動に大きな影響を与えることが多いです。この予想通りに不合理、行動経済学が明かすあなたがそれを選ぶわけという書籍は、私たちの日常生活に潜む不合理な行動を明らかにし、それらの行動を理解することでより良い選択をする手助けをしてくれる価値ある一冊です。私たちは理性的な経済人ではなく、感情や心理的な要因が影響を与える存在であることを認識し、それを元にした選択や行動を行うことが大切です。行動経済学は、私たちの不合理な行動を理解し、より良い選択をするための有益なツールとなるでしょう。この書籍は、私たちの日常生活における選択や行動の背後にある心理的なメカニズムを深く探ることで、人間の行動の複雑さと多様性を理解する手助けをしてくれます。私たちが日常的に遭遇する様々な選択や意思決定は、単なる合理的な判断だけではなく、感情、価値観、社会的な影響など多岐にわたる要因によって形成されています。この本が提供する洞察は、私たちの意思決定における心理的な側面を明らかにするだけでなく、ビジネスやマーケティング、教育など様々な分野での応用にも役立ちます。例えば、
企業が新商品の開発やマーケティング戦略を策定する際には、消費者の心理や行動パターンを理解することが重要です。この書籍の内容をもとにしたアプローチは、消費者のニーズや動機をより深く理解し、効果的な戦略を展開する手助けをするでしょう。また、教育の現場でもこの書籍の知見は有用です。教育者は生徒の学習意欲やモチベーションを高める方法を模索する際に、行動経済学の理論を取り入れることで、より効果的な教育環境を作り出すことができるかもしれません。生徒たちの選択や行動に影響を与える要因を理解し、それに基づいたアプローチを取ることで、より実りある学習経験を提供することができるのです。さらに、この書籍は政策立案の現場でも参考にされるべきです。公共政策の効果を最大化するためには、対象となる人々の行動や選択に影響を与える要因を正確に把握することが不可欠です。行動経済学の理論を取り入れることで、より実効性のある政策を策定する手助けをすることができるでしょう。また、この書籍は個人レベルでも非常に役立ちます。自身の選択や行動に対する理解を深めることで、より良い判断を下すことができるようになります。日常生活での小さな選択から、重要な人生の決断まで、心理的な要因を考慮に入れることで、より満足度の高い結果を得ることが可能となるのです。この書籍を通して、私たちは自身の行動や選択に影響を与える様々な要因を理解することができます。それは、人間の行動が単純なものではなく、多様で複雑な要因によって形成されることを示しています。私たちの行動の背後にある心理的なメカニズムを理解することは、自己理解を深めるだけでなく、他者との関係をより良くする手助けとなります。このように、予想通りに不合理、行動経済学が明かす、あなたがそれを選ぶわけ、という書籍は、私たちの日常生活からビジネス、教育、政策立案に至るまで、多岐にわたる領域での洞察と理解を提供してくれます。行動経済学の知識は、私たちの選択や行動をより深く理解し、それに基づいた賢明な判断を下す手助けとなるでしょう。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、私たちの人生の質を高めるためには健康であることが基盤となります。健康的な生活を送ることで、心身のバランスを保ち、豊かな人生を送ることができるでしょう。そこで、私たちの美容と健康をサポートするためのプログラムとして、ライザップ結果にコミットプライベートジムとライザップウーマンを紹介したいと思います。まず、ライザップ結果にコミットプライベートジムは、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングや食生活、メンタルのマネージメントなどを提供するパーソナルトレーニングジムです。このジムでは、トレーナーが個々のニーズに合わせてカスタマイズしたプログラムを提供し、無理のないトレーニングを行うことができます。また、プライベートな空間でトレーニングを行うため、他の人の目を気にすることなく集中して取り組むことができます。さらに、30日間の無条件全額返金保証もついており、安心してプログラムを始めることができます。トレーナーが作るあなた専用のプログラムにより、無理な食事制限なしに健康的に痩せることができます。さらに、30日間無条件全額返金保証がついているため、リスクなく始めることができます。次に、ライザップウーマンは、女性専用のパーソナルトレーニングプログラムです。